こんにちは、ヒロジーです。今日は、この動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回私は、福岡県宮若市にある脇田温泉を訪れています。今私がいるこちらの施設は、男女合わせて10種類の露天風呂などを備えた大浴場や、6種類の家族湯、食事処などを備えた日帰り温浴施設で、脇田温泉の老舗旅館、湯めぐりの宿、南水閣が運営しています。それでは、湯の禅の里での日帰り温泉旅、最後までご視聴よろしくお願いいたします。脇田温泉街を過ぎた先の、犬鳴川に架かる橋を渡ったところに、湯の禅の里の入り口があります。今何か道路を渡りましたね。車の中から様子を見ていると、それはハクビシンと思われる動物でした。しばらくすると、再び道路を渡り、茂みに消えて行きました。ハクビシンの消えた先には、川沿いに作られた遊歩道がありました。この小道は、温泉街の犬鳴川沿いに設けられた、片道約560メートルほどの遊歩道で、夏は、涼しい川風を感じながら散歩したり、水遊びを楽しむ親子連れの姿もよく見受けられます。また、ホタルの観賞地としても有名で、暗闇に飛び交う無数の光は、旅の良い思い出となることと思います。消えたハクビシンを見つけ出せるわけもないので、湯の禅の里へ向かうことにします。しかしこんな場所で、ハクビシンに巡り会えるなんて、のどかな田舎という感じで良いですね。芙蓉の花が咲いています。この坂を登って、駐車場に行きましょう。30台分ほどの駐車場は、半分ほど埋まっています。先に貸し切り湯に行きたいので、坂を登って上の駐車場に行きます。坂の途中には、レプリカの埴輪が並べられた、古代埴輪園と名付けられたエリアがあります。ここには60体ほどの埴輪があるそうです。貸し切り湯は、この埴輪園の上にあります。この階段を下って行っても、湯の禅の大浴場に行けます。この先が、貸し切り湯、日だまりの湯の駐車場です。まず受付の券売機で、希望の部屋を選んで入浴券を購入します。この日、空いている部屋は一部屋のみでしたので、その部屋の券を購入しました。受付に入浴券を渡した時点で、湯張りのスイッチが押され、貸し切り時間が始まります。受付の横の部屋は、休憩所兼待合室になっていて、そちらにある自販機で、飲み物を買ってから借りた湯に行こうと思います。湯張りは、5、6分かかりますので、急いで部屋に行く必要もないでしょう。借りた部屋はここですが、先の方も見てみましょう。トイレはこちらにあります。部屋に戻りました。まだ湯張りが続いているようです。ほどなく湯張りが終わりました。脱衣場は、それほど広くはなく、洗面化粧台とベンチ、脱衣棚が備えられていて、
棚の中に脱衣カゴが2つ。エアコンもついています。この部屋の浴槽は、ヒノキ作りで、寝湯もあります。脱衣場と浴室を仕切る間仕切りはありますが、ドアはついていません。シャンプー類は、バー油の3点セットです。天井は高く、湯煙がこもることはあまりないでしょうね。こちらの温泉は、アルカリ性単純弱放射能冷光泉で、24度強の源泉を、加温して利用しています。シャワーで汗を洗い流したら、早速入浴です。浴槽は比較的浅く、腰を下ろして胸のあたりまでで、少し浅いかな、という感があります。浴槽内の踏み台を背もたれにして、足を伸ばして、肩まで浸かるぐらいですね。こちらの温泉では、湯張り後は湯を止めてしまいますので、時間が経つと湯温が下がります。そのため、時には熱湯を足して湯温調節する必要があります。温泉に入っている至福の時間は、なぜか1時間という長い時間でも、瞬く間に過ぎて行きます。やがて、無情にも10分前を知らせる、チャイムが鳴り響きます。名残惜しいですが、湯煎を抜いて帰り支度を始めます。これから下の食事処で、少し遅れたお昼にしようと思います。時間は13時半。下の食事処の営業は15時までです。駐車場の車も、来た時よりは減っているようですね。湯の禅の里の入り口です。ここを下っていくと、食事処などが並んでいます。食事処の他に、マッサージやエステもあるようですよ。平日の昼時を過ぎた時間帯、閑散としていますね。この日は、3軒の食事処のうち、蕎麦屋さんはお休みです。入り口を入ってすぐの、湯の花に入ろうと思います。こちらの釜飯、美味しいのですが、時間が30分近くかかるので、今日は別のものを選ぼうと思います。お店に入ったら、食券を購入します。お茶やお水は、セルフサービスです。平日は、こちらのテーブル席と座敷席、合わせて10卓ほどになっていますが、土日は、玄関右手の席も開放されるので、倍以上の席になります。彼女がオーダーのカツ丼です。私は、こちらの店名がついたセットメニューを頼みました。熱々の茶碗蒸しは、先に蓋を取って冷まします。いただきます。小鉢は、切り干し大根の煮物、刺身はマグロ、そして豆腐は冷ややっこ、天ぷらは、エビ、キスとピーマン、ナス。ごちそうさまでした。食事の後は、少し館内を見て回ります。地鶏炭火焼きの店の前に、復元された古墳が展示されています。この竹原古墳は、実際のものを原寸で復元したもので、中に書かれている壁画は、現物の一番最良の状態を模写したもの、と解説されていました。中に入ってみましょう。この古墳に埋葬されていた人は、この地域の豪族とされ、朝鮮半島との往来があったため、それに影響された壁画になっているようです。
そばどころ、伝です。このお店では、運が良ければそば打ちの実演を見ることができます。ただ月曜から木曜まで、電休なのが残念です。通路を挟んで反対側は、地鶏炭火焼きの店、ポッポシャンです。営業中となっていますが、店内人影がありません。このお店、営業形態が一風変わっていて、オーダーは、こちらのインターホンで行うと、料理が来るようです。この先にある、大浴場の方へ行ってみます。左の通路は、ここを運営している宿、南水閣に行く通路です。階段を上ると、男女合わせて10種類の湯船がある、湯の禅の里大浴場です。残念ですが、共同浴場でなおかつ入浴している方がおられたので、内部の撮影はすることができませんでした。中の様子については、南水閣さんのホームページを概要欄に記しておりますので、覗いてみてください。今回の動画はいかがでしたか？温泉のテーマパークのような大浴場で湯巡りするもよし、貸し切り湯でまったりした時間を過ごすのもよし、お腹が空いたら、3カ所の食事どころで好きなものを食べるのもよし、忙しい合間の休日、家族揃ってゆっくり過ごしてみてはいかがでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それまでお元気で、さようなら。